どうも、カイです。今回早速なんですけど、シンガポール飯が有名だっていうことなので、ホーカーっていうフードセンターで飯食おうと思います。シンガポールでは各地にフードコートがあり、それをホーカーと呼んでいます。今回はいろんなホーカーを比較したいと思います。まず1箇所目はマックスウェルフードセンターです。見ての通りシンガポール中心地にあります。地下鉄が通り便利な立地です。マーライオンまで歩いて20分くらいです。金曜日の12時前でしたが、席はほぼ埋まっていました。シンガポール料理の屋台が所狭しと並んでいます。列ができている店もありますね。ビールの屋台もあります。大瓶1本で700円くらい。観光地にありますが、ローカルな感じの人が多いですね。現地の人は自炊よりもホーカーでご飯を食べることが多く、手間や時間をお金で解決するという合理性によるものらしいです。なぜか日本語のパンケーキ屋がありました。スタッフは現地人。ワッツァっていうワッフルのピザらしいですね。シンガポール料理以外もちょいちょいありますね。1シンガポールドルは当時99円だったので、だいたい100円で計算できます。フルーツ一切れ70円は安いですね。スープ、メインディッシュ、フルーツ、お酒、一通り揃っています。全体はこんな感じなので、食べ物選ぼうと思います。ホーカーではゆで鶏と揚げ鶏を掲げてる店多いですね。チンゲンサイのオイスターソース炒め、めっちゃうまそう。 SML で値段が変わってきます。さっきの蒸し鶏はハイナンチキンライス用なんですね。ホーカーでも電子決済に対応しているようです。日本のは使えないけどね。なぜかこれだけ日本語。スペアリブの生薬煮込みです。結局バクテーとハイナンチキンライスを頼みました。まさにフードコートのトレイみたいなのに乗ってます。6ドルと5ドルで11ドル。チキンに塩味系の味が染みていて、普通に美味しかったです。マックスウェルにはミシュランのお店もあります。そのお店のハイナンチキンがこちら。チキン半身、野菜、スープで20ドルと比較的強気な値段設定です。タレはこっちの方がすごいついてる感じ。骨が大きく苦戦しています。味付けはそこまで変わりませんでしたが、とにかく身がプリプリでした。こっちの方がやっぱ美味しい。お腹いっぱいでしたが、撮影のためそのまま次のホーカーにも行きました。マックスウェルから徒歩10分くらいのラウパサです。伝統家屋みたいな建物で小綺麗な感じ。高層ビルに囲まれていて、なかなかの都会です。ビジネスパーソンのランチ場所として人気があるらしいです。早速中に入ってみます。あ、でも家賃が家賃ですもんね。家賃だけで年間400万とか飛びそうですもん。屋台の作りが綺麗ですね。入り口がまずカフェと韓国料理です。店にスクリーンがついているのもマックスウェルだと考えられなかったですね。西洋人も見かけます。おお、すごい綺麗な感じが。マックスウェルは通路の真ん中に椅子、テーブルが並んでいるっていう感じだったんですけど、ラウパサに関してはかなり広いので、テーブル椅子が通行の妨げになっていないんですよね。人数が多かったりだとか、小さいお子さん連れだったらこちらの方が安心する感じはしますね。お腹がいっぱいだったのでクラフトビールのお店に行きました。シンガポールの IPA。 チャンネル登録お願いします。最後はアダムロードフードセンターです。ブキブラウン墓地の帰りにたまたま見つけたところです。観光ルートから外れ、小規模なのでローカル向けのホーカーです。ブキブラウン廃墟の動画見てない方はチェックしてみてください。
ラウパサと違い現地の方ばかりですね。屋台も中華系かインド系です。建物がドーナツ型のホーカーです。トイレどこにある？お昼時でにぎわっていました。ランチは2品頼みました。1品目がこちらのビーフ、エビたっぷりで4ドルでした。こちらはフライドチキン5ドル、甘じょっぱいタレがかかっていて美味しかったです。動画がうまく撮れてなかったのはナイスです。最後に3つのホーカーをまとめます。最初のマックスウェルは観光地の中にありました。ただ観光客だけでなくローカルの方もいて、値段帯も普通だと感じました。中華系の料理が多いのが印象的でした。2番目のラウパサはビジネスエリアのど真ん中にあり、マックスウェルと比べても店がかなり綺麗で観光客の比率が高めでした。料理のバリエーションも多かったですが、その分値段も 1,2 割高かったです。最後のアダムロードフードセンターは最初の2つと違って特に観光名所のないエリアにありました。観光客は皆無で、建物の雰囲気的にも庶民の台所という感じでした。屋台は中華系とインド系のものだけでしたが、値段はマックスウェルより 1,2 割安かったです。今回は3つのホーカーを紹介させていただきましたが、シンガポール国内には114もあるということなので、もしおすすめのホーカーがありましたらコメント欄で教えてください。それではチャオ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。